フラッシュボディビル部番外編さあ、今日はですね、いつもとちょっと変わってトレーニングの動画ではなくて、いつもね、ネジが日頃トレーニング頑張ってるんで、今日ご褒美ということで、とあるものをね、食べさせてあげたいという思いである場所に来てます。皆さんもうね、ご覧になってると思いますが、今日ゲストはプロタンです。いや、すみません、よろしくお願いします。お願いします。いや、まさかいや、タイミングすごすぎないですか。まあね、はい、やっぱ俺とプロタンのイメージって言ったら、はい、やっぱ女ったらしい。いやひどいじゃないですか、やっぱ。僕もう完全にもう本当にすごいいい立ち回りして、次はもう真っ平らになったところでまた来ちゃうって。また真っ平らなってんの。もうやってんなって思われちゃうんで。いや、でも俺は YouTuber で一番女ったらしいが、プロタで二番目俺だと思うから。いや、なんで僕いつもやってることの罪はそっちの方が重いですか。いや、罪は重いけど、数はプロだと思うから。今ちょっとまさかのこういうね、開口をしました。いや、本当にこれ狙ってやったわけじゃないですよね。それちょっと否定してこいよ。俺たち2ヶ月ぐらい前から、はい、その筋トレ系とかの動画撮ろうっていうのを、そうなんですよ、決めてて、俺が不倫で炎上したのが1週間前だから。いや、そうなんですよ。いや、だから、うん、やったーと思って、俺。これはふざけんなよ。これはいいぞ、これは。ふざけんなよ。本当に、神の組み合わせだと思って、つなぎ合わせだと思ってるんですよ。まあ、そうだよ、確かに。本当すごくないですか。すごい。ね、これ本当に狙ってやったって言ったら、ちょっといやらしさ出ちゃって、そう、つまんない。そういう、なんか女関係をネタにすんのかみたいになっちゃうんですけど、なっちゃう、なっちゃう。本当にたまたま、本当に2ヶ月前ぐらいから連絡し合ってて、延期、延期、延期みたいになって、炎上して1週間後に。そう、今日9月26日なんだけど、そのスケジュールはもう前から決まってた、本当に。いや、すごい。なんでね、ちょっと言い訳ないか、本当にそういう動画じゃないんで、今日も本当に真摯に唐揚げを、はい、ちょっとプロタンからご馳走してもらいたいなと。いや、でも僕聞きたいことありすぎて声出ちゃうと思って大丈夫。今日はなんかお互いもうちょっとある程度全部本心で喋って、まあそうですね、ダメなところはピーティーで言うよ、本当に。言われても俺はちゃんと俺は言って言って、放送で出ちゃってる。そう、これからの配信でもなんか自分から言っちゃってる。そう、逃げずにちゃんと向き合うから、そこはちゃんとね、そう、距離を縮めるという意味でもザックバラで喋りながら、これで唐揚げを作ってもらうと。いや、なんかめちゃくちゃ仲良くなりそうな気がして。確かにね。いや、僕も本当加藤純一さんも伝説で、さっきも本当5分前にお会いしたんですけど、12、3年前ぐらいからもニコニコ動画見てるんで。うん。いや、僕もニコニコ配信者でやってたんですけど、うん、その時サラリーマンで毎日飯食う時に、うん、加藤純一のゲーム実況見るのマジで好きだったんですよ。何見てたの。もう甘神実況。めちゃくちゃ女ったらしいですよ。それでもなんかいろんなことやってんのにさ。ええ、まあ確かに。甘神実況が面白すぎて。ああ、そうなの、嬉しい。なんかこんなになんか恋愛ゲームを、乙女ゲームを、うん、こんな面白くできる人いるんだみたいな。うん。やっぱなんか、ごもっちゃうじゃないですか、恋愛ゲームって。ああ、そうそう。うん、なんかそんなイメージあるんですけど、本当になんか心から楽しんでる感じがして。じゃあそういった話もしながらね。いや、マジで怖いし。早速じゃあ、プロタに唐揚げ。作っていってもらおうと思います。あ、そんなネジです。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はじめまして、僕に。ありがとうございます。はじめまして。はい。じゃあよろしくお願いします。お願いします。プロタの唐揚げ食うの普通に楽しみです。マジですか。なんかでも、プロタ、あれだよね。料理上手だよね、すごい。いや、そんなことないですよ。決まったものしか作れないですよ。でも揚げ物結構得意かもしれないです。でも結構やってるよね、いろんなね。お名前なんて言ったらいいんですか。加藤純一って俺ずっと言いすぎて、フルネームで毎回呼んじゃうから、ちょっと。ああ、いいよ、加藤純一でも何でもいい。うんこちゃんでも加藤純一でも。うんこちゃん。本当に何でもいい。最近うんこちゃんになったんですか。最近うんこちゃんになったんですか。いや、僕はもうずっとうんこちゃんのイメージ強すぎて。うんこちゃんでいいよ。特別に許すよ、俺。最近すげえ、なんかもうそのせいで開き直ったっていうか、もう感じ悪くなっちゃって。あ、そうなんですか。もう企業案件とか飛びまくって。うんこちゃんで名前やめた方がいいと思う。まず名前もそうだけど、まあいろいろあって。ああ、そうかそうか。そう、もうだから YouTube の悪口とか言いまくってから今。いや、めちゃくちゃ気持ち上がります。俺も案件飛びまくったんで。あ、あれだね。あれだ、プロで悪くないじゃん。いえ、悪いですよ。ちゃんと見たよね。カズジュンさん、こっち側すぎて、バグって、世間でバグっちゃってるんですよ。俺だって、でもそうなのかな、お互い反省しなきゃいけない。お互いだから反省しないといけない。言葉選んだ方がいいですよ、この回は。いや、多分言いたいことはお互い分かってる。それちゃんと、また、それは俺も反省はしてる、本当に。反省はしてます、本当に。悪いことしてない。だから、タコタンは別に悪いことしてないけどね。
怖い。いや、浮気とかやっぱそういうの、やっぱ世間厳しいですから。厳しいんだね。はい。だからめっちゃ僕も案件飛んで、自暴自棄になって、もうどうでもいいやみたいな。で、そっからどうやって立ち直ったの？教えてよ。いや、なんかもう振り切って、もう思ってること全部言っちゃうみたいな。うん、いやお前もどうせそんな感じだろうと思いながら喋ると、やっぱいい感じで本音出ちゃう。人が見るな。人が見て、なんかちょっとトゲトゲしかないですけど、うん、なんか視聴者が思ってるような、世間が思ってるようなことを代表して言えるようになった。へぇ、ちょっと気持ちいいみたいな感じで。え、どうせ、あの女の子のさ、はい、あのファンの人もいるじゃん。はい。それがどういう反応だったの？いや、これがマジで、多分、うんこちゃんも思ってるかもしれないですけど、うん、世間、ネットの世間は許してくれないですけど、うん、リアルを許してくれちゃう。これが本当で、確かに、ね、リアル許されすぎじゃないみたいな。確かにね。だから調子づいちゃうんですよ、確かに、そうだ、はい。これがね、面白いところで。そうだ。リアルは許されちゃうんですよね。確かに、優しいよね、みんな。はい、みんな優しいんですよ。ネットは許せないんですけど。うん、俺なんかでもその当時プロなんかそういうことがあった時に、はい、自分の配信とかでももちろん話題になったけど、はい、なんか俺そんな攻めてなかった気がする。いや、そうなんです。だから、うん、唯一なんかいろいろ叩かれたりしまくったんですけど、うん、女性インフルエンサーとかキモいみたいな、うんうん、キモいはキモい、はい、確かに俺もそう、分かってる、自分もキモいし、プロだもキモい、ね、そうだよ、はい、俺もキモいし、プロだもキモかったよ、確かに。でも別にそう、本当反省をしてるわけじゃなかった。だからあの憧れの加藤純一がなんか配信で俺取り上げてると思って、うん、切り抜き見たら、うん、あれなんかこっちの味方がない。そしたらやっぱやらかしてたんだ。俺驚きはしなかった。やっぱりこっち側だったんだみたいな。そうだよ。あそこでフォローするやつはやっぱ前科あるやつだ。いやいや、そうそう。俺もそれ言った。はい、なんか俺のことを過剰に今フォローしてるやつは絶対不倫してる。絶対してる。え、あれからどうなんですか、そのメンタル的には。いや、クソ悪いよ。あ、クソ悪いんですか。俺あんまり落ち込むこととかないけど、うん、ちゃんと、まあ、迷惑かけちゃったなと思っていろんなところに。まあ、それが一番ですよね。うん。で、俺、世間には謝罪してないの。ああ、やっぱまあ、でも必要ないですもんね。うん。だけど、なんかやっぱ、すごい、未だに落ち込んでるぐらい、ちゃんと。へえ、メンタルって強くないですか？いや、結構ぶっちゃけ強いと思うけど。だって、鬼強いイメージあるの。強い、だってね、あんなことだったのに、うん、その次の人から配信したら普通に。あれ、確かに。だけど、やっぱ、申し訳なさ。ああ、え、誰に対して申し訳なさがあるんですか？やっぱさ、やっぱ企業案件多分、7、8個飛んでるから。直近の企業案件だけってことですよね。そう、だからそのね、仕事を振ってくれてたその企業の人たちはさ、何にも悪くないじゃん。まあ確かに。で、単純にキャスティングがまた変わるわけだから、それの申し訳なさとか、まあ確かに。あとやっぱそのかっこ悪いところを見せた俺のことを好きな視聴者に対する申し訳なさ。でもなんかコメントすごい、なんか面白いみたいな感じじゃなかったですか、正直な話。いや、まあまあまあ、そのだんだんね、だんだんと、うん、いや、あれは本当に本心に言ったのか、うん、そのこうすれば立ち回りがやっぱもう大ベテランじゃないですか。まあやっぱなんかこうしたらこうした方が会社は面白いみたいな、うん、絶対もう本能的に分かってると思うんですよ。でそれでパフォーマンスでなんかいや、パフォーマンスで分かるでしょ、僕は。ああいう時にパフォーマンスできなくない？あれできるやついないって、ね、まああれが面白すぎて、うん、俺ちょっと不覚にもなんか笑っちゃったっすもんね。だからそういう人多分多いと思うんですよ。だからそこまでなんか炎上はしましたけど、まあうん、落ち着いたのかなみたいな、致命的な感じだよな、はい、ただもう女性層からの嫌われ方異常だよ。いや、やばいっすよね。だからそれを今日中和するために来ると思って。いやいやいや、より悪臭くなるけど。ヘイトを今流してるの。やめてください、こっち語ってるから。そう、はい、でもやっぱさすがだね、プロタンもね、はい、結構その言い方悪いけどさ、はい、しぶといというかさ、ああいうことあるとさ、ガタッと落ちてくるやついるじゃん。そうっすよね。でも正直全然ね、今は。いやいやいや、まあ本当に運が良かったって感じですけど。いやだからやっぱ昔のニコニコやってるやつはしぶとくないっすか？しぶとい。はい、うん。これこれとかもそうじゃないですか。しぶとい。あいつしぶといっすもんね。あいつもしぶとい。早くやめろと思って。あいつさ、俺、あいつさ、嘘つけよ。俺が不倫したぐらいで取り上げんなよって言ったらさ、いざ数字になるって分かったら、そこ取り上げやった、うん。いや、本当そうっすよね。で、グラビアアイドルともお前やっただろみたいな。ね、本当に詰められてましたもんね。そう。じゃあニコニコ勢はしぶといっていう。しぶとい。だってめちゃくちゃ長くないですか？長い、15年。15年、いや15年選手って見たことないですけどね。嘘。はい。プロさん何年？いや僕そのニコニコ入れたら12年ぐらいですか。あ、じゃあもう大ベテラン。いやもう本当にネット始めたの、うん、加藤純一見
見たっても過言じゃないんで。なんかさ、そうやってさ、あんまり俺をそうやって持ち上げるとさ、うん、こいつの女性遍歴が曲がったのはこいつのせいなんだよ。甘神とか見たりさ、甘神、ね、見てそうなったらとんでもないゲームは作ったことになる。いや、そう、ゲームは悪くない、はい、ゲームは悪くない、見方が悪いんで、はい、いや、その時は普通でしょ。そんな、その時は普通でしょ。いや、パンダさんも日本語めちゃめちゃバズって、あれ、そうそう、なんか女装してやってましたね、だって最初、なんか医療従事者でしたっけ。そう、やってた。え、いつから？24から30までやってて、はい、で、なんか YouTube ちょっと伸び始めたから、はい、30でやめた。あ、そうなんですか。 YouTube 歴は9年ぐらいだよ。やばっ。てか、その30でやめるって結構すごいですよね。なんかでもさ、プロタもさ、自分のこと痛いなと思う、はい、めちゃくちゃ。いや、当時は痛いなと思ったんですけど、今はなんか居心地いいですけどね。あ、そう、でなんか痛いやつってさ、そう、あんまり考えないじゃん。はい、だからその将来のことを考えずに普通にやめて、あ、いいね、ニンニクだっけ。ニンニクいけますか。うん、大好き。うわ、結構多めにいっちゃうんだけど。いや、めちゃくちゃうまそう。やっぱね、ガツンと忘れようっていうイメージで。やっぱあったらこういう話になっちゃうだろうな。別にそのね、自然な会話しようって言ってたけど。確かに、あったらやっぱ、うん、聞きたすぎて。そう、俺もこんな人多分今後現れない。みんなやってんだって。この配信者でこの巡り合わせは多分俺こんもう座れ、確かに、しかもずっと憧れてた人が こっち側だったんだみたいな。そんなもう、でも反省はちゃんとしてます。茶化してるわけじゃない。はい、そういうことですよね。そう、いや、こうなっちゃったからなんかそう見られるかもしれないけど、うん、僕が違う人間だったら、うん、いや、全然全然、もう大反省です、ね、大反省。ただ若干ちょっと道徳がいて、そう、気持ちがちょっと心に緩みが出てるだけです。違う、あ、そう。なんかプロタンなら分かってくれるからみたいな。絶対なんか一緒に動画上げたらこんなやつ動画上げてないみたいな。まあ、お前もだろって思えるから。綺麗なところだとさ、ちょっと思えねえじゃん。申し訳ないんだけどさ、いやいや、お前もだろって思っちゃうから。いや、すごいな。じゃあ今は普通に日常ちゃんとなんかルーティン崩さずやってるんですか。いや、まあ変わったことあります、あれから。ね、まあ、配信する時間は倍になった。逆になんでですか。いや、な、遊んでる時の時間配信してるから。そうでしょ。どういう遊びに行って組んでたんですか。僕とかだったらやっぱり、うん、やっぱ忙しいじゃないですか、お互い。あ、まあ俺、まあそう、まあ性格の問題もあるかもしれないですけど、うん、当てはめるんで、何時までに終わらせて、何時か何時はもうフリーな時間作るみたいな、うん、で、そうやってたんですけど、うん、でどんなスケジュール組んでたのか。俺は、だいたいこれぐらいの時間に始めたら、うん、これぐらいの時間に疲れて、うん、配信やめたくなるだろうなっていうのが、だいたいわかるじゃん、はい、あー、まあ確かに。でそのスケジュールのためにやめたことは一回もないんだけど、はい、だから6時ぐらいから始めたら、はい、まあ、12時ぐらいに、はい、まあ、疲れてちょっとやめようかなってなるじゃん、はいはい、そうするとなんか別のスイッチが入って、そこから夜のうちに繰り出してくる。あ、マジで繰り出すタイプだった。マジで繰り出すタイプだった。お酒が好きなんですか。いや、お酒は正直好きじゃない。女が好きだった、その時はね。今はもうやめたけど。だってまだ、やってたの。まあ確かに、そうですよね。でもさ、そういう時ってさ、そういう女絡みでさ、不祥事起こした人の YouTube めっちゃ見ない。いや、俺日差しでとかめっちゃ見ない。俺めっちゃ見ました。俺謝罪、うん、芸能人15人ぐらい。どういう謝罪がいいんだろう。で、狩野英孝が一番ウケるよかった。ああ、面白かったね。はい、うん、これだと思って、あれをモチーフにして僕謝罪しました。あ、そういう意味だったんだ。はい、でも、もう本当に収めたすぎて、うん、でも本当気持ちが分かるなみたいな。あれ以降女遊びしてないの。いや、バリバリしちゃってるんですよ。でも別にもう許されてる。まあ、もう許されてるんですけど、うん、だからリアルが許されすぎちゃって、うん、逆に好感度上がりすぎてるんですよね。へー。だからやっぱ今めちゃくちゃやべえやつみたいな。まあそうだね。実際人間でめちゃくちゃやべえやつっていないじゃないですか。いない。本当にいいこと言うね。本当に悪いやつっていないと思う。いないいないいない。だから実際話したら、え、全然違うみたいな、うん、僕たちも最下層から。だからただコップの水飲むだけで、素敵みたいな。なるほどね。じゃあ今がまあそういうチャンスだ、チャンスだ。だからもうチャンスって言いたくないですけど。女の子っていうか、はい、その、あ、そうそうそう、そう、よそ様に対して、はい、だからリアルはチャンスです。なるほどね。はい、すごい、いや、勉強になったわ。めっちゃ気になるんですけど、離婚とかってなんなかったんですか。奥さんめっちゃ寛大だなみたいな。いや、あれうちってちょっとなんかおかしくて、はい、なんか長く、あまりにも多分価値観が合いすぎて、みたいになっちゃってんだよね。でも確かになんか、うん、
結構見ましたけど、うん、なんか喋りのコミュニケーションで友達感がすごいですね。友達すごい。だから今回の件も、はい、ちょっと落ち込んでんだよねって言ったら、まあまあ、元気出しないよとか、すげえなんか、そう、ほんとね。え、結構長いんですか、じゃあ。もう7年。すごいな。奥さん許してくれてるんですか。いや、許してはないですよ。許すわけないでしょ。許すわけないじゃん。それちゃんとお叱り受けてますよ。なんかお金とか払ったんですか。お金はね、あの奥さんには、あ、俺もともと、その稼いだ金全部奥さんに渡してたから。え？で、奥さんから管理のもと使える金を。あ、じゃ あ, あのちゃんと税理士入れて、はい、その合法的に一回個人資産全部奥さんにあげたの。マジですか。それ結婚してですよね。結婚してすごっ。それやばい額じゃないですか。でもそんな、まあでもやばい額だけど、奥は超えてますよ。いや、そんな言ってないと思う。マジですか。うん。すごい関係性ですね、やっぱり。おかしいよね。やっぱりぶっ飛んでるな、伝説の人って。あまりにもさ、その、女性ギャラリーばっかりだから、もっとパーソナルの。まあ、確かに。でも、プロだって一緒になんか女の店行こうで、そしたら、なんか、あれじゃあ、まあ、こういう企画かな、みたいな。いや、確かに。で、俺もその変なことはしないけど、はい、たまにはさ、いや、絶対息抜きした方がいいです。息抜きした方がいいでしょ。マジで、公言し続けた方がいいです。行きましたとか言って。ああ、だから行ったよね。爆発するタイプなんで、もう。我慢したら、またいつか確かに、俺、いつかまたやっちゃうんじゃないか。闇の化け物飼ってるんで、僕たち。確かにね。あれ、何なんだろうね。なんか、ほんと、ナルトのキュウリみたいな。飼ってるよね。美獣飼ってるんで、僕たち、うん。確かに、そうだよ。はい。だから、適宜ね、あ、男友達との、その、付き合いも兼ねていった方がいいね。いや、ほんとに、絶対行った方がいいと思います。ね。いや、マジか、楽しみだな。じゃあ寝れてるんですか、結構。寝てる。じゃあメンタルめっちゃ強いですね。寝れてはいるんだよね。ただやっぱ考えることが多い。何が変わりました、その価値観的に。やっぱ浮気ってよくねえんだなって浮気とか不倫ってよくねえんだなって。めっちゃ上がります。僕も初めてちゃんと思った。いや、俺も本当思いましたよ。ブルナさん、あの時めちゃくちゃ浮気してた。もう結構してた。だからそれを悪いと思ってないですよ。浮気ってもさ、ワンナイトとかでしょ。ワンナイト、ワンナイト。だから本当に付き合いしたら一人っていう。あ、そうそう。だから心は入ってないから、うん、っていうのはあったんですけど、あんまり言うとね。うまく編集しといてください。そう、確かに。ほぼ P とかになっちゃうんで。そうなんだよね。よくないね。ワンナイトは落ちないみたいな理由あるよね、俺ら。わかります。でもめちゃくちゃ、でも、面白かったですよ。結論。粗品さんとかにも。ああね。はい。言ってくれてたの。はい。でもなんか、配信すごいじゃないですか。何が？もうなんかもう、トークというか。ね、そういう話題がつき、なんかずっと喋れるじゃないですか。まあね。なんかそのなんかトーク技術みたいな、なんかちょっとリアルのトークとまた違うじゃないですか、配信って。うん。なんか考えてることあんのかな。いや、逆にだから考えない方がいいんじゃない。俺考えてないよ。昔はなんかさ、はい、どういうこと喋ろうかなみたいなこと考えてたけど、よく言うのが、あのコンビニの前で中学校とか高校時代に友達と、はい、喋ってる時ってめっちゃ面白かった。まあめっちゃ面白かったですよね。その時の空気でずっと喋る。ああ、まあだから引きつけられるのかもしれないですね。なんかさ、お笑い芸人みたいにさ、なんか構成立ててロジカルに、はいはいはい、話を組み立てて最後オチで笑わせるみたいなのって多分我々じゃできないじゃん。まあそうですよね。特殊スキルだから。はいはいはい。じゃなくて、あのイケメンじゃなくて雰囲気イケメンになるみたいな。ああ、なるほど。雰囲気イケメンが一番女だけど。はい、確かに。そうそう。だからあの時やっぱり没頭してみてたもんね。あー、なんか親近感があった方がいい。親近感めちゃくちゃありますもんね。そう、あの声質がめっちゃやっぱいいなっていう。何それ。なんだろう、なんかイケボーとかじゃないそう、声かっこいい。なんかちょっと柄みたいな。あー、そうだね。がなんかもうずっともううんこちゃんっていうイメージが強すぎて、うん、だからリアルでもなんかやっぱ響きますもんね。マジで、はい、嬉しいね。別に傷舐め合ってるわけじゃないからね。大丈夫、気にしすぎっすよ。気にするだけですから。確かに。だから一応ね、一応言っとかないと。その二人、あと20回ぐらいある。いや、僕たち普通に喋ってるだけですから。普通に喋ってるわけ、本当に。でも一発目がプロタンで助かったのね。マジっすか。助かった。いや、よかった。普段さ、俺あんまり YouTuber の人とコラボとかしないんだけど。いや、そうっすよね。うん、仲いい人ってどういう人なんですか。YouTuber でしょ。はい。俺仲いい人いないと思うよ。やっぱそうっすよね。うん、ザ・ユーチューバーの配信者いっぱいいるけど。そのなんかめっちゃ無難な質問なんですけど、なんで配信やり始めたの。
なんか動画上げるのが主流だったじゃん、ニコニコ動画、はい、だけどなんかつまんなくて、それは、はい、だから、ね、生放送をちょろちょろやってたんだけど、うん、楽しかった。ああ、もうそれの延長でずっと、うん、そのなんか人気がずっと落ちないじゃないですか。いや、そんなことないよ、やっぱこういう紆余曲折あるよ。え、結構あります。まあでも他の人よりは多分だいぶ少ないと思う。やばい視聴者がってるからさ。ああ、視聴者層がちょっと特殊ですもん、ね、特殊、本当になんか軍隊みたいじゃないですか。そう、最下層の、はい、なんていうの、最下層の人間が集まってじゃあ他の配信者が綺麗なばっか言うから、はい、そういうやつばっか座れ取られて、はい、ああ、そうなんていうの、もう目の粗いさ、なるほど、あれで落ちてきたゴミばっか持っててさ、すごいな。でも居心地いいよ、だから確かにめっちゃ何でも許してくれそうと思う。何でも許してくれる、視聴者は許してくれてんじゃないですか。まあ許してくれ、まあそれいじくられるけど、ああ別になんか市場に叩かれるとかなかったから。すごいなマジで。じゃなんか意識してるんですか、その落ちないようにするみたいな。うん、してないしてない。してないですか。してない。僕めっちゃ考えちゃうんですよ。え、どんなこと。やっぱ動画とかでもなんか例えば週5本あげたとかして、うん、そのうちの2本が続けてそのなんかノルマクリアしなかったら、うわやばい、うわ YouTuber あるある。みんなそれ言うね。はい。でそのメンタルの持ち方、だって人気商売じゃないですか。まあね、はい、どういう思考でその仕事してんのかなみたいな。いや俺多分なんかナルシストなのか、その自分の配信見てて面白いから、はい、自分より面白いやついないだろうと思ってるから、その配信だと。ああ、でもそれ誰かも言ってたな。だからいた光と思ってるでしょ。あ、光の光だ。だから同じようにすんだよ。そうだから、その周りからの評価あんまり気にしない。まあ自分が一番面白いと。そう、自分がどうやってやるかっていうのが大事かも俺は。でもみんな言ってるから絶対そうなんだろう。でもさ、 YouTuber あるあるだよね、2本続けてこけられないってみんな言うよね。いや、そうなんですよ。でブロタンの動画おもろいから別にいいじゃん。いえ、結構ふざけたりしますよ。もうなんかふざけるっていうか、うん、結構きつかったりしますよ。あ、そう。いや、それ言ったらなんか浮気面白くないなみたいな面白さを追求しようとすると面白くなっちゃう。しかも面白いことしても伸びるとは限らないし。いや、そうなんですよね。どうするこの動画4万再生とかあったら、この渦中の2人がさ。いや、そしたら僕サムネから消して大事な報告があります。入れ替えよ、2人の大切な人と会ってきます。じゃあシルエットだけした。確かに確かに、うまいことやってる。うまいことそこに立つの、うまいことやってる。もう連絡取ってないし。取ってねえよ。もうそんなこと聞くんじゃねえよ。いや、まだ取ってましてって言うわけだから。未練がありません。未練がない、未練がないというか申し訳なさすぎる。確かに僕あのリューピーとも仲いいんで。あ、そうなんだ。だからその、どうだろう、そこまで喋っていいの。はい、全然いいんじゃないですか。あ、でも気にしないです。あ、そうなの。はい、で、俺本当に、はい、面識、一回あったのかな。その事件後っすか。ちげえよ。いや、俺お互いさ、まあ、たまたまどっかの飲み屋で会って、ほんで、なんか、挨拶程度はしてるんだよ。あ、そうなんですか。うん。でも、それ以外の面識なくて、はい、ちょっと動画とかもあんまり存じ上げなかったから。あ、じゃあ本当びっくりしたんだよ。いやでもそっちよりもっと不倫絡みのことで頭いっぱいすぎて、ああもうそっち考えてる暇ないみたいな。うん、なるほど。ふうさん、じゃあそのぽっかり空いて今何、あ、仕事だけって感じですか。仕事だけ。趣味ないんですか。ない。配信と女遊びだった。もうやめたけど。じゃあ本当配信は好きなんですか。好き。同時視聴どれぐらいですか。わかんない。ない、今何でやってるんですか。ツイッチと、ツイッチか、ちょっと YouTube もやろうかなと思ってる。はい。ツイッチどれぐらい見られるんですか。わかんない。4、5万人ぐらい今。このツイッチで4、5万人見られるんですか。今そのぐらいだよ、多分ね。まあでもそういう騒動もあったから。いや、えぐすぎるな、マジで。何もしないの。いや、あの、TikTok ライブ最近やってて。またなんかすげえ女あさりしそう。いやいやいや、まあ。TikTok ライブとかやってて、ほんとはやりたくねえだろ、TikTok ライブ。いやいや、結構暇つぶしで面白いです。あ、そうなんだ。はい。あ、まあちょっと確かに YouTube も頑張って、しかも、生放送頑張ってたら心が壊れちゃう。はい、だから美人な人多いんで、TikTok ライブ。美人の人とコラボして、喋ってみたいな。そうなんだ。そういうことで、それ配信してるんです。頭の中もう、煩悩ばっかりでいくんで、筋肉と女で生きてんだね。そうなっちゃったんですよ。ああ、いいんじゃない。はい。独身だし、何も悪いことしないし。
彼女とかなんかあれいないいないっすよ、マジで。作んないの？いや、作りたいんですけど、作り方は分かんないです。そうなんだ。なんか天秤にかけて今の生活と彼女ができた生活、うん、まあどっちも良さがあるなって思った時に、うん、めっちゃ苦渋の選択でやっぱ今のがいいなって。あー、まあ、モテるだろうしね。だから結婚とか僕もバツイチなんですけど。え、プロダバツイチなの？はい。え、なんで？いや、前結婚してたんですよ。嘘、はい、俺知らなかった。マジですか？え、その時も嬉しいじゃん。その時も、はい、こいつゴミじゃん。やだよ、俺こんなやつ喋るの。その時嬉しいじゃん。その時は婚姻みたいな感じだったんで。ああ、まあまあまあ、あっちも、あっちも OK みたいな。あ、まあまあ、そうだね。はい、そうなんです。それ世間分かってくんねえよな、分かっねえ。だからでも、こういうヤバい奴らが世にで結構出てるのが当たり前になってきてないですか、結構。うわ、またやってんな、みたいな。まあ、確かに。で、僕たちって野蛮なんで、うん、逆切れっていうか、振り切るじゃないですか。振り切る。普通の芸能人だったら、もうずっと、まあ、なんかずっともう絵本で2年後復活みたいな。確かに。次の日にやってるんで。次の日やってるね。あたかも、何もなかったかのような。まあ、そうだ。何もなかったかのように演じてるだけだけど。はい、演じるだけなんですけど、うん、こういう人間が多分、増えていくんじゃないかなと思うんですよ。あ、でもそっちの方が良くない？はい。だから、今後結婚のあり方とか変わっていくんじゃないかな。ああ。もっともらしいことを言ってますね、自己。そう、だから男女のありがたみ、あり方みたいのが、うん、まあ、いい意味でね、うん、いい意味でなんかいい感じでストレスなく、だって絶対綺麗事じゃなく結婚してる人たちで、うん、不平不満のやつめっちゃ多いじゃないですか。おいおい、なんかもう結構身内でもいっぱいいないですか、結婚して不幸せになって。ああ、まあいるいる。もうなんか自由がなくなったみたいな、うん、人たちがめっちゃ溢れてるんで、うん、僕たちが代表となってこうやっ て、 てなんで俺たちが代表。もう嫌だよ俺。だからより良い国を作っていきましょう。確かに、まあそういった面ではね、そう、お互いちょっとうまいことをね、はい、できるようにして。多分吐き口になると思います、男女からの。ああ、チャンスです絶対。そっか、うん、確かにピンチはチャンスなんで。ピンチはチャンスなんで、本当に絶対そうなってくると思うな。いや、ちょうどご飯炊けたんで。あら、よっしゃ。じゃあそっち行って食べますか。はい。え、お米食べます？お米大好き。え、普段、え、何食べる？自炊とかするんですか？するわけないじゃん。ですよね。ウーバーでやってる。ウーバー。何食べるんですか？肉。な、肉が好きなんだ。肉と魚。いや、魚も、うん、何食べんの？え、僕も肉と魚と米しか食わない。でもさ、そんだけ体鍛えてるってことはさ、はい、食生活をかなり…あ、もう本当に同じものしか食わないです。それすごいよね。全く毎日同じ量、同じもの。だからさ、その性とかにさ、うん、あれしちゃうんだよ。いや、ぶつけちゃうんだよ。いや、でも毎回話はこっちに他人事じゃねえからさ。他人事も確かに言葉が一番響くですよね。他人事じゃねえって。他人事じゃねえ。初めて他人事じゃねえって言葉使ったけど、見合うタイミングがあったんだっていう。他人事じゃねえからね。はい。はい、じゃあ。じゃあ、作りました。作り終わったんで、作ってくれたんで、はい、まずはじゃあネジ食べる前に、はい、俺からいただきます。大丈夫かな？焼けてるかな？多分大丈夫。はい。いただきます。はい。うまい！うまいっすか？おいしい。やらもちょっと食べてみよう。大丈夫かな？久々に唐揚げ作った。いや、ごめんうまごめんうまい。唐揚げもうめえけど。箸なくて。箸がないから。あっわっさわっさ感じで。いただきます。うまっ。おいしい。すごいわ。うまっ。うん、まあ、米うまいっすよね。あ、出た、その、大会後のあの血糖値急に上がって眠くなる動画、はい、すげえ好きなんだよ俺。その見てくれてるって言ってるんだ。そう、前回もう謹慎した時さ、4年前、はい、プロとはもう唐揚げの動画をずっと見てたよ。めっちゃ嬉しい。うん、うまい。うん、うまい米。あー、うまい。なんかめっちゃ仲良くなれた気がする。同じ釜の飯食って、うん、しかもさ、2人とももう口かてえじゃん、めちゃくちゃ。悪いことするときはさ、2人でしてさ、2人で炎上しようときは、このセットで。だから、ほんとそうなっちゃいますよ。そしたらさ、もう分散するし。いや、こんな巡り合わせがあるんだな、ほんとに、ね。神に感謝だな。なんかね、もっとポジティブなニュースをさ、まあそうですね。俺たち広げていこうよ。いや、もう俺も、この動画、まずいなと思ってるんですよ、今。
全然あの今まであんま触れてなかった、はい、消化できてないの全然あの消防活動できてないのって大体第三者がいると、うん、なんかいい感じになって、まあねうん、あなんかまあ確かにめっちゃ反省してるからみたいな感じで、うん、まあなんかコメント欄も沈下していくような感じだと思うんですよ、うん、いや僕なんかこれ公開後マトサイネスみたいな同調すんのみたいな感じなんだよいや同調してないんでそうだそれはね本当に言ってこう、はい、ゴミだからね、はい、そういうことするやつってマジで本当に後悔しますもんねみんなももしそんなことやったらまあそうだね、はい、まあでも曲塗っちゃえば関係ねえけど世界だったらまあだってね関係ないから、はい、まあ確かに2人の勢いがすごすぎて、うん、もう女性の話題で、うん、何も入れなかったいや今日はもうしょうがないそういう日だよねまあたまにこういう日あってもいいですよねあってもいいよ配信生活でこういう日もあっていいんじゃないですか、うん、いつかやっぱ笑い話になると思ってるんでそうだね僕たちが諦めずに活動を続けていれば、うん、笑顔を届けてきたわけじゃないですかこの十何年間まあ、ね、それには日々ぐらいしか入んないですよ絶対ああなるほど、はい、もっと大事なところを見てる奴らもいるとはい絶対そうだと思いますうんだから諦めずにやり続けるだから俺なんかやめてよその死にかけのやつに諦めてねえよ俺黒田俺やめようと思うんだみたいな相談間違えました相談をしに来たわけ相談しに来たわけじゃないあ、やめるとかじゃなかったやめるとかじゃないさすがにね前向きな明るい話題したいですね過去を振り返らずにうん今後どうしていくかみたいなああいいねはいお互いの目標うん、うん、目標とかあるんだけどもう立ち位置神じゃないですかそんなことないよ自分には上がいるよでも悩みとかなさそうじゃないですかまあねうんなかったね正直よくさ、うん、みんなが思い描くさ成功者の像ってお金も持ってて、うん、まあなんか周りにも人がいっぱいいて、はい、家族もあってみたいな、うん、だったの俺マジで、はい、いや僕もっすよだったでしょ、はい、でもさねどこかさ、まあ、つまらないじゃん正直そういうのってあそういうもしなったとしてなったとしても意外とさかわなんか、うん、だってすげえ今言葉が出てこないでしょめっちゃ言葉選んでるめちゃくちゃ言葉は好感度下がんないよいや本当にめっちゃ言葉選んでるあの道はずつ地雷しかない大爆発するんでそう慎重に歩いてるんだけど、はい、でも僕誤解されたくないから、はい、そうそうだけどなんかやっぱそんなものよりも一個大事なものの方が比重がでかいんだなと思って俺の配信が、こういうことがあって、はい、いろんな人が離れてって、はい、いろんな企業が離れてたけど、はい結局でも俺配信できればいいんだなと思っちゃったあやってる時は全然楽しいし、うん、あの今まで通りだから確かにそう居場所がもうそこになってますそうだなるべくして僕たちってやっぱネット配信とかネットこうやって携わる仕事してんだなと思いましたね、うんうん、本当にそうみんなもそういうのを見つけなさいよっていう話うん女以外ねいや本当に、うん、で戻れる場所があるって最高っすよね、うん最高で原点回帰しましたよね、本当に。したなんか、普通にありがたみ感じませんでした。した、うん、この当たりさんいなくいつも動画撮ってて、うん、公開してコメントが来るよ、喜び後半にやってさ、さっきのさ、ちょっと鎮火させやろみたいな急になんでそんなさいや、やっぱありがたいっすよねもう遅えだろ、もうもう遅えよ急にさ、その手口言ってから始めたからさプロだ、もう遅えよと思いながら変化しすぎましたねちょっとスイッチ、か舵切りすぎたよ、お互いで変化しすぎました俺もシドロモードだったし、プロだもんあれですよね、気持ちが入ってなかった今徐々にいけばよかったね、そう徐々に今一気にいっちゃいましたね一気に、徐々に下手だった、ね、ちょっと下手でしたねやっぱね、ダメだったねちょっと進化下手なんですよね、俺最初に手がよかったいや、大丈夫、これはまあまあ、うまいことねはい、うまいこと受け止めながらやっていくわ、はい、次会った時は本当真の俺じゃない、ちゃんといやー、よかったです、うん、でもよかったですね、ということで、プロダン、今日ね、プロダンのご自宅からね、ちょっと、はい、お届けさせてもらいましたけど、うん、いや、光栄ですこのプロダンの特製の唐揚げ、うん美味しくごちそうになりました、はい、ということでねあのプロダンの方の、はい、チャンネルでも動画があってるとも思いますんで、はい、それはちゃんとあれってトレーニングですよねそうトレーニングあのこんな話絶対しないんで、はい、こいつ裏切ってなんかそういう話しませんいやいやいや俺のチャンネル全部紹介してそちらもねご覧いただければなと思います、はい、ということでありがとうございましたありがとうございました